ウスチーリムスク市電は、ロシア連邦のウスチーリムスクに存在するライトレールである。シベリア地方イルクーツク州北西部の都市、ウスチーリムスクに9 8 8年9月15日に開通した電化鉄道路線。アンガラ川東部に全長1 4トル1 0カ所の停留所を有する路線を有し、 全線高速運転が可能な高規格の専用軌道で建設されたことからライトレールに位置づけられている。ウスチーリムスクの中心部にある工業団地と木材コンビナートを有する工業地帯を結んでおり、乗客のほとんどは工業地帯への通勤客である。車両は開業時からソビエト連邦各地に導入された路面電車車両の KTM-5 が使用されている。 運転間隔は5から30分間隔で、平日、休日イやともに通勤時間帯には5から10分間隔の高頻度運転が実施されている。終点にあたる9番小築電停と、ウスチールムス CHP 電停と、途中のアグロファームアンガラ電停には折り返し用のループ線が存在し、9番小築アグロファーム、アンガラ間の区間運転も行われる。路線の大半は、 森林地帯に沿って伏設されており、熊との衝突事故も発生している。列車の管理は車庫に設置された制御室で行われる。計画当初は、ソ連国鉄のウスチールムス駅までの路線を含めた大規模な建設計画が存在したが、ソビエト連邦の崩壊の煽りを受け、1992年を最後に延伸は行われていない。 また1990年代までは高規格路線として多数の利用客を運んでいたが2000年代以降は財政難による線路状態の悪化や車両の老朽化が進んでおり本数も最盛期と比べて減少の一途をたどっていることから路線バスへの置き換えによる廃止案が定期的に議論されている状況となっている。ありがとうございます。